はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット、スターホースポケット、松並ゆいです。さあ、今日はもう飲みに行きましょう。今度は収穫ですね。で、ガチャ、プレゼントが届いてるよ。いや、ガチャ杉のキューティーですね。お、なんかまた新たなガチャが、ミスター CB ガチャですね。ミスター CB 7% 再登場、残念。 7% だったら10連出すとまず出る可能性は 70% ありますよね。イベント開催中だよ。さあ、神社行きましょう。なるほど、もう一回。あー、残念。クエスト達成、やったね。イベント開催中だよ。お、バフル席ゲット。さて、カトロミジーですね。ここ最近勝てないレースが続きます。ってことはないか、香港バーズ破れ されましたね。なので今1月2週ですが、490キロ。ああ、本当だ。490キロか。1月2週、ドバイはまだ早いんで。WBC 出すか。元気だね。特別な会話、ビールです。黒ビール。お、嬉しいか？よしよし。さあ、また翌日、日をまたぎましたね。イベント開催中だよ。これってガチャってやれるんだよ。あ、やれるんですよね。日付が変わるとできちゃうんです。アグレスパレード、イベント開催中だよ。ポリトラ、いい仕上がりだね。人参、そうですね、回復しないといけません。いい感じだね。回復してない。今49周ですね、引退まで。川崎記念だって。イベント開催中だよ。元気だね。あー、大根だ、やばい。まあまあかな。ちょっとレースですね。まあ、後の世代のことも考えないとそろそろいけないかも。クエスト達成、やったね。
イベント開催中だよ。体重はバッチリだね。虹ですよね。あ、間違えた。嬉しいか。でも疲労回復にもかかわらずなぜか調子が上がってる。京都記念とかあるんですけどね。WBC 行きましょう。岡部さん、はい、というわけで WBC ですね、遠征しました。結果が出るまでお待ちください。また後で。イベント開催中だよ。ではですね、WBC 結果が出ましたので見ていきましょう。観戦。お、一番人気。3.3 倍ですね。ただいまより投票受付を開始します。WBC なので一番人気にならないこと多いです。なので、まあ。この一番人気になったってことは悪くないし、二つありますからね。リベラルソングやルージュブライド。ルージュブライドってシーツバみたいだよな。これらの馬、チャンスですね。今年もまたここファーイーストで伝統の外回りコース2400メートル、まずまずのスタートを切りました。注目の先行争いでありますが、カナを切ったのは6番ルソー、リベラルソング、それから7番エクラール、その外イブンベイ、それから離されまして2番オーソライズド、外を通ってモチベーター、4番カタノミッディ、どのように差を詰めていくか。外から1頭11番ジェネラス、1番ストーミングホーム、その外からは10番カステナンゴ、それからもう1頭3番ディアドクター、そしてしんがりからルージュブライドという展開です。もう一度先頭から行きますと、先頭リベラルソングかなりリードしています。6番ルソー、下がって2番手9番クリゲの馬体イブンベイ、内を通ってエクラール、ちょっと離されましてオーソライズド、モチベーター、カタノミッディはこの辺り、そして外からは11番ジェネラス、1番ストーミングホーム、そしてその後ろからカステナンゴ、内を通りましてディアドクター、しんがりから12番ルージュプライドであります。場内がどよめいている、場内がどよめいています。先頭は飛ばした8番リベラルソングであります。その後ろ10馬身くらいあって6番ルソー、外を通りましてイブンベイ、そしてそのうちに7番エクラール。さあ最後の直線に入ります。最強馬はどの馬だ。カタノミッディ直線の伸び足はどうか。先頭武豊とリベラルソング、外からはイブンベイ、一番内リベラルソングが頑張っている。リベラルソングが抜け出した、外からはイブンベイ、内をすくって青い帽子カタノミッディが、一番内リベラルソングが粘っている。イブンベイが2番手、モチベーター懸命に追う、モチベーターが2番手、内が飛んでいる、モチベーターリベラルソング、先頭リベラルソングが勝ちました。モチベーターは2着。よく頑張った、偉いぞ。1着か。1着8番。やっぱまだ早いですよね。馬がレースから帰ってきたね。作物ができてるね。農園に行きますか。クエスト達成、やったね。プレゼントが届いてるよ。
開催中だよ。ということで4着でした、結果は。前回が3着なので一歩後退しますね。はい、というわけでなかなか思う通りいかないような状況です。次で立て直せるといいんですけどね。はい、ちょっと間隔空けることも考えてますが、ただドバイはね、ドバイシーマクラシックは出る、他に出るレースがないんですよ。まだ大阪杯あたりかな。ひとまず次のレースは考えます。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。